よかった。ただいま。いや、おかえり、みんなおかえり、おかえり。危な、変なことしなくてよかった。もう映ってないっていうね。もうね、今ね、もうね、うん、独り言言うとったよ。よかった、変なこと言わんくって。別に変なこと言おうとしてたわけじゃないんだけどね。危な、いや、完全にもうこれ映ってないかって思っとったけさ。いや、もしこれでさ、ブッとかおならしてたらやばかったよね。成立してないですよ、全然。全くしてないですけどね。アイドルっておならしないんで。トイレ行かないんで。アイドルなんで。めっちゃ油断してました。そう、お話し会の完売たち、ありがとうございます。土下座、ありがとうございます。嬉しゅうございます。すごいあれです、嬉しい。しよ、痛い、目が痛い。そう、完売を出していただいてくれて嬉しい、ありがとう。次はどこか集中させて完売。え？でも2月23日とかはなんか私のメンタル的に来てほしいかも。みんなにメンタルケアをしてほしいです。すごい、私が疲れて果ててもう死にそうな顔して日々を過ごしてると思うので、そう、2月23日はなんかできるだけたくさんの方に来てほしいかな。なんか心的に10月30日のあの10月30日のあの完売、全部完売も目指しててます。あと一つ、あと一つの部がねあります。次は完売しそうですか？嬉しい。あと一つの部が残っております。初日ぜひ。受験生であなたにメンタルきつい。そう、時期2月23日よ、ね、うん、1月8とか9とかできるんかなって感じは。
験もあったかなかな。共通テスト出願しました。画面切り替わったら泣いてるとか見てね。わかりました、ちゃんと笑顔で。次は次機会が、そう昨日の10時59分までで申し込んでくれた、チェキ会を申し込んでくれた皆さんありがとうございます。いや海国あの目指す大学は後日 YouTube のただ呼びで発表しますが、皆さんびっくりすると思います。目標は高く、うん、あの できるだけ今年で決めたいので、いやまだね、アラームが鳴ってくる。え、あ、いや、あの絶対あのアイドル続きますよ、やめる気ないんです、やめる気ないんです。大学生になってもアイドル辞める気ないんです。すごい、苦しくなると思うんですけど、今の時点では辞める気はもうないんですよ、はい、アイドルを頑張りたい気持ちはこの高校3年生9月21日22日あります。今日も勉強頑張ります。高校も結構ね今両立してるんですけど、あの結構きついので、きついってあのね他の人からはきついって思われるかもしれない、でもそれもできてるんだね。アイドル好きなんだね、なんかアイドルは幸せです。アイドルの世界に飛び込ませてくれて感謝してる、母さんとかおばちゃんとか。いろんな人に出会えてすごい嬉しい。人生の一番の勉強って、一番は経験することだけど、なんで勉強するかって、その経験が一番まあ自分の中にも残るし、経験したら一番、まあみんな自分の
生まれた誕生日とか絶対言えると思うけど、し自分の経験してきたことって自分から人に伝えることができるけど、まあそれが一番自分の中に刻み込まれてるから、勉強するのは、世界史とか英語とかを勉強するのはいろんな人とつながりを持つため、こうやってファンの皆さんとつながりを大事にしてる。世界史はいろんな歴史的人物にのことを知ることで、その歴史的人物の考えを自分の中で経験として取り入れて、新しい知識を学ぶことが、その自分の経験に足りない